どうもこんにちは、カムドです。まあ、今回ですね、何についてお話ししていくのかっていうと、まあ、究極的にね、あなたの、まあ、セルフイメージっていうものを、高めるね、まあ、最近これは僕が見つけた方、究極の方なんですけど、それについてお話ししていきます。いいですか、今からあなたが、あなたのね、セルフイメージ、自分自身のことを思ってるね、自己イメージっていうものを、まあ、究極的にね、上げる、究極的な方法、まあちょっと究極的なっていうのが2個続いてしまったんで、かなり臭いかもしれないですけど、方法についてお話ししていきます。まあ、なんで今日の話しっかり聞いてね、まあ、あなたのセルフイメージっていうものを高めていってあげてください。でセルフイメージについてね、分からない方がいると思うんですけども、まあ、セルフイメージについて分からない方はね、他の僕の動画があるんで、それを見てね、セルフイメージっていうものを理解してみてください。いいですか。でまあね、この本当に今からお話しする方法っていうのは、まあ源で言われてるね、セルフイメージっていうのを上げる方法っていろいろあると思うんですよ。例えば紙にね、書いてみたりとかね、なんかこうなんていうのかな、アファーメーションって感じで自分自身にこう宣言をしてみたりとかっていうことがいろいろあるんですけども、まあ、それは全然間違ってはないと思うし、僕自身もそういうものを使ってね、セルフイメージを上げてきたんですけども、もうこれね、最近本当に僕のこれは師匠から教えてもらったんですけども、これが本当全てだなっていうぐらい、本当にね、これを僕自身が実践してからすごくこう、もう自分自身の変化、まあ、内面もそうだしね、もちろん外面的な変化もね、そうだし、全てにおいてもなんていうかな、究極的な本当にぐらいセルフイメージが今上がってきてる状況です。それに伴って外部環境、具体的には収入もそうだしね、そのライフスタイルもそうだし、その出会う人とかね、そういう起きてくる現象一つ一つが本当にね、変わってきています。だからそれからね、今からお話しする内容っていうのを、まあ、実践してみるとね、本当にあなた自身にもそういうことが起きるようになってます。いいですか。まあでもこうやってね、お話聞くと、なんかそんなうさんくさい話あるわけじゃないんじゃないかとかね、どうせなんかそれ宗教でしょとかね、まあそういう方がいると思うんですけども、まあそういう方はね、きっと何をやってもね、うまくいかない、タイプの人だと思うんでね、見なくて結構です。いいですか。だからちょっとね、でもピンとくる方はでも最後まで見てください。いいですか。で、結局ね、信じるものが全て引き寄せられていくんですよね。だから今日僕が聞くお話も、信じるからそういうことが起きるわけですよね。まあこれかなり深いマインセットなんですけども、まあ今からお話していくんですけど、いいですか。だから今日の聞く話も、あなたが信じて実際に実践しないと何も起こらないんですよね。だよくね、こう聞く話が、なんかね、要は、見せてよって、見れないと信じられないっていう人がいるんですけども、見れないと信じられないっていうのは違うんですよね。信じるから見えるんですよね。わかりますか。あなたが自分稼げるって信じるから、その稼ぐ経路が見えるんですよね。わかりますか。稼ぐ経路が見えるから稼げるようになるわけじゃないんですよ。わかりますか。まあ、これかなり深いマインドセットなんですけど、だから何が言いたいかというと、まず僕が言うことを信じてやらないと何も起きないんですよね。わかりますか。これはプラシーボ効果とかでいろいろね、脳の仕組み的にもうそうなってるんですけども、そう、あなたもね、例えば大好きな人に告白するときに、向こうが好きだから告白するんじゃなくて、こっちが告白するから、わかりますか、付き合えるっていうのありますよね。まあ、かなりちょっとわかりやすいかわかんなかったですけども、まずはそういうことです。いいですか。だから信じて今日もやってみてください。で、前置きが長くなったんですけども、もう究極的な方向ですね、これは。もう今からね、話していくんですけども、自分のフィールドをね、広げていくっていうことです。いいですか。自分のフィールドを広げていく、まあ、本当にこれ僕の師匠さんで、まあちょっと名前は出さないんですけども、方っていうのは本当にありとあらゆるビジネスをやっていてね、まあ年収ももちろんすごく高いしね、すごくなんか自由人だし、まあ自分で会社をいくつか海外にもとかも経営されている素晴らしい方なんですけども、その人のね、圧倒的な秘密っていうのがようやく分かったんですけども、やっぱりこれがセルフイメージの高さだったんですよね。で、その人がセルフイメージを上げて、その人はセルフイメージってことを意識してなかったんですけども、やっぱりそういう思考を持ってたんですよね。それは今から僕がお話しするんですけども、それね、すべては人のためっていうマインセットです。いいですか。すべては人のため。すべては、いいですか。何々のため、何々のおかげっていうマインセットを持つことです。だその人がね、こう常に面白いのは、何か例えば事件が起きますよね。何か事件が起きたときに、普通の人だったら、うわ、めんどくせえっていうふうに思うんですよ。でもその人はどういうふうに思うかっていうと、あ、この事件のおかげで俺はまた成長しなきゃいけない。この事件のおかげで俺はね、また、一歩器のでかい人間にならなきゃいけないってことで、ありがとうって言うんですよ、その事件とかね、その人に対して。わかりますか。普通の人だったら、例えば僕もね、昔だったら、今はちょっとそういう思考に変わってきたんですけど、昔だったら何か起きた時とかね、例えば、まあ、具体的に分かりやすいで言って、教材を買いましたよね。なんか教材とかセミナーに行って、なんか思ったものと違った場合ってありますよね。で、その時に多分僕はね、本当に思うんですけど、稼げない人っていうのは、うわ、なんだこれクソだなって思って、ムカつくわとかって、なんかそういう感じで終わるんですよね。でも稼げていく人とかね、セルフイメージが高くなっていく人っていうのは、あ、なるほど、これのおかげでまた俺がね、また一歩、例えばね、あ、こういうセミナーやると良くないんだっていうマインセットが入るんですよ、一個。わかりますか。
な、何かすで全て自分のフィールドを広げようとしてるんですよね。終わりますか。だから人と何かねこう会ったりとか、例えば人がね、うん、こいつ助けたいなっていう人がいた時に、普通だったらめんどくさいなとかって思ってしまうんですけども、その人は僕も最近そういう風に変わってきたんですけども、こいつのおかげで自分もまたね成長できる、自分の器が大きくなると思うんですよ。その人はいろんなことをやってるんですけども、普通の人だったらうわ前無理だよ大変だよ俺にはできないよっていうのが普通の意見だと思うんですよ。その人はそれが起きたおかげで、うわやったまた俺がさらに、ね、上がっレベルが上がっちまうよって思っちゃうんですよね。わかりますか。だから全ては人のため、人のためにやると返ってくるっていうのは、僕はね今までずっとよく分かってなかったんですけども、その人が言うようやくね解釈できたんですけども、その人のためにやると、要は自分の器がねレベルがアップしないといけないんですよね。人のことのためにできるってことはもちろん、例えばね自分がなんていうのかな、それ要はいつもだったら自分のことだけでいいんですけど、そいつを助けたいっていう思いになったら、こいつのおかげで自分のこいつのフィールドがでかくなるってことですよね。わかりますか。そういう発想を持つと全てが本当に引き寄せられてくるんですよ。これ本当に不思議なんですけど、例えば僕のね経験の一つ体験談としてあるのが、僕はねこれはまあ僕の父親がね一時期なんていうのかな、働けなく、まあちょっとね脳の病気で急に倒れてしまって、ね、働けなくなってしまったんですよ。その時に僕自身がね変わったのは、その時はね、なんていうか自分だけでいいと思ってたんですよ。正直自分が自立して食っていけばいいって、まあもちろん収入はもっと稼ぎたいと思ってたんですけども、でもねその時に、あこいつらの、その時に、ね、僕が思ったのはなんかこいつらのせいだとかしつつも思わなかったんですけど、両親のおかげで、両親のがねあったから自分はこれね自分の家族を助けられるぐらいの器、つまり収入とかもそうですよね、ぐらいのレベルにならないといけないなってことを自分で認識したんですよ。わかりますか。その瞬間からもう本当不思議なんですけども、収入が一気にガッと上がったんですよね。これ本当に不思議なんですけど、別になんか詐欺したとかねそういうわけじゃなくて、自分の要はセルフイメージが変わったんですよ、その瞬間に。わかりますか。でそのことに対して僕はありがとうって言えたんですよね。なぜか不思議なんですけど、でその人も、僕の経験としてはそれがあったんですけど、その人も常にそういう感覚ができてるらしいんですよね。普通だったら例えばそういう事件が起きた時に、うわ例えばなんか仕送りしなきゃいけないとか、そういう状況になった時に、うわ自分のお金が減るわとかね、うわなんかやだなとかね、なんでそんなこと起きたんだよって言うと思うんですけども、それだと自分のレベルっていうのは変わらないんです、当たり前ですけども。その瞬間、何か問題が起きた瞬間に、その問題も余裕でクリアできる自分っていうセルフイメージを持った瞬間に、でそのマインドセットを持った瞬間に、あなたはそれをクリアできるんですよ。でそれでできるようになりますよね。まあこれ不思議なんですけど、やればできるんですけども、なった瞬間にあなたのセルフイメージが1個上がるんですよ。これ本当に不思議なんですけど、で本当に全てにおいてそうなんですよ。あなたが例えばね、今の会社もそうだし、危機的な状況って絶対誰でもあると思うし、問題も常にね世の中は発生するんですけども、それをやった、またこれのおかげで自分が一歩レベルアップできる、よっしゃまた俺のね収入を上げてくれるんだ、これをやったことによってまあさらに俺がレベルアップできるんだっていうマインセットを持ってやると、全てが自分にとってのベストになるし、セルフイメージが一気に上がります。これは本当に不思議なんですけど、いいですか。だからね、あなたのそのこれからねやっていただきたいことは、ぜひね自分のまずね、最後ステップをまとめるんですけど、自分のまず夢とかねやりたいことっていうのをもっとでかくしてみてください。いいですか。でかくしてみる。例えば僕だったら、年収1000万円ぐらいを超える、ね、チームを100人プロデュースするってことを決めてるんですよね。でそれを僕自身はね決めて、でそのなんていうのかな、その年収1000万ぐらいのチームを作って、こう世界中でぐるぐるやってね、こういろんなところで今度もねみんなで海外行くんですけども、そのビジネスの仲間でね、そういうなんていうかいろんなところでこう拠点をはぎり巡るなんかさながらこう遊ぶねチームっていうのを僕は作りたいなっていう、作って、でそれのねどうやって僕がねそれを作っていったのかっていう方法をまとめた本、まあ電子書籍かそれは DVD かわからないですけども、を作って、もうそれをね世の中の人に、まあ最低1万部は届けようと思うんですけども、届けるっていうことをもう決めてるんですよね。わかりますか。ってことはもう全てその肉までの過程っていうのは必須になるわけですよね。わかりますか。だから僕が稼いでるのは当たり前だし、僕がね稼がせてるのも当たり前ですよね。稼がせてるのは当たり前ってことなんで、わかりますか。その問題っていうのはもう簡単になるんですよ。わかりますか。これかなり深いんですけど、だぜひね、あなたもこれから何かを取り組むときに、一歩先のセルフイメージを持って、そしてあと日頃生きているときに、何かが起きたときとかね、めんどくさいこととか絶対起きるんですけども、そのときに、おっしゃ、これでまた自分のね、セルフイメージが上がるよ、器が上がるぞって思ってください。そうすると、本当にあなたのマインセットっていうか、そのね、感覚が恐ろしいぐらい変わってくるんで、まあ、ぜひですね、今言ったことを実践してね、やってみてください。ということで、今日はどうも、ビデオ見ていただいてありがとうございました。